周平、はい、まだやってんのかい。これホース使った方が早くないですかね。それじゃあ不正も何もあったもんじゃないだろ。ちょっとあんた、ん、売上からお金なくなってたんだけど。ん、ああ、あの、あい、あ、これの仕入れ代だよ。ごまんもしないでしょ。おしへん、あれ、俺仕入れだよ。俺ごまんしたよな、ごまん、うん、な、な、人は嘘をつく。罪から逃れるため、懸命に生きるため、嘘は真実の影。彼女はこの町に来たばかりの新参者だった。そしてもう一人の新参者、加賀恭一郎。思えば私は予感していたのかもしれない。あなたがこの町にやってくること、そしてあなたは知っているはずだ。犯人はこの町を行き交う人の中に必ずいることを。似合いませんでした。なんかわさびがツンと来なかったんです。はい、いや、看板がわさびの割にはツンと来ないなと。私はね、涙が出るほどツンと来てほしいたちでして。ちょっと加賀さん、うちは隠し味としてわさびを使っています。隠し味は脇役ですから、主役の素材より目立ってはいけませんけれど、主役を引き立てるのには絶対に必要なんです。わさびが看板というのはそういう意味です。なるほど。いや、この記事は説明不足だな。今度この記者の鼻をツーンとさせてやりますよ。そうですか。すいません、おかみさん、今日はわさびのことではなく人形焼きのことについてお伺いしたいんです。人形焼き？申し遅れました。警視庁捜査一課の松宮周平と言います。日本橋の加賀です。警察の方？実はこちらで一番若い小僧さんにお話をお伺いしたいんですけど。一番若い小僧周平が何か？殺人現場に残されていた人形焼きと彼が買った人形焼きが同じものかもしれないんですよ。現場に残されていた人形焼きですが、重森のものに間違いありません。容器に付着していた指紋は3つ。重森の店員、被害者三井峰子、二つは確認できていますが、残り一つはまだ特定できていません。人形焼きを買った人なんて大勢いるんじゃありません？彼が買った人形焼きには特徴がありまして。何か入ってたんですか？殺人現場に残されていた人形焼きは、重森のもので、プラスチック製容器に入った藍入りあんなし混合の特注品でした。事件当日、そういった注文をしたお客様の中に周平君がいることを、お店の方が覚えていたらしいんです。あいにく周平は用を頼んでて夕方まで戻らないんですよ。そうですか。ではその時間に改めてお伺いします。周平君はあん入り7あんなしさんを注文したそうです。ねえ、7さんね。ちなみにおかみさんも混ぜて買われる派ですか？うん、そうね、私はあん入り派だけど、一応主人があんなし派なもんでね。で、それが何か？ちなみに聞いてみただけです。ところで人形焼きにあんなしがあることを私初めて知りました。私ら人形町の人間には常識ですよ。私新参者なもんで。
アンイリアンイリアンナシアンイリ。わかったぜ真面目や。犯人がですか。俺はアンイリアンナシは73派じゃなくて64派だ。加賀さんの好みはどうでもいいです。なぜ小僧が73なのか何か考えがあるのかもしれない。例えばお前に彼女がいたとさ。はあ。今人形町で捜査してるんだけど、名物の人形焼き食べるかい。じゃあお土産に買ってってあげよう。そこでお前は割合を考えるわけだ。アンイリアンイリ、ここであんなし。アンイリアンイリ、箸休めにあんなし。何してるんですか。仕事だ。アンイリアンナシがですか。三流記者には関係ない。三流。失礼な。松屋の看板がわさびじゃ、わさび料理が出てきそうな感じだろ。わさびは隠し味書いとけ。看板です。行間を読んでください。行間を。どっちがいい？え？あれ、二人とも同じペンなんですね。あ、こんなんどうすか。松屋のわさびは初恋の味。初恋の何がいけないんですか。加賀さん。人形焼きですか。小伝馬町の殺人現場に人形焼きがあったらしいのよ。あ？別に事件に関わったわけじゃないでしょ。正直にはっきり言い。こんにちは。こんにちは刑事さん。こちらが周平君で。ああ、はい。ご苦労さん。ういっす。おーおーおーおお、ずいぶん賑やかじゃないか。あんたの格好のがよっぽど賑やかじゃない。ハワイでも行くの。うるせえバカ野郎お前。今のはご主人。一応ね。一瞬借金の取り立てかと。取り立てから店を守る用心棒さんかと。ちなみにご主人どちらに行かれたんです。知りませんよ。刑事さん用があるのはこの子でしょ。ではおかみさん、周平君をちょっとだけお借りしますよ。どうぞ。あ、ほら、よかったらどうだい。はい。ああ、いや、大丈夫です。え？君が飲まないと俺たちも飲みにくいから。じゃあいただきます。これは俺はこれだな。これだ。4日前に重森で人形焼き買ったよね。ええ、買いました。よく買うそうだけど、土産か何か。ああ、あれは全部自分で食べてます。10個全部、うん、君相当頭いいだろ。え？甘いものは脳の働きを良くするんだよ。あ、まあ甘いものは大好きです。まあ勉強はできないけど。ちなみになぜアンイリナナアンナシさんの割合なんだい。いや、あの、ただの僕の好みです。ところで人形焼きのプラスチックの容器ってまだあるかな。あ、今朝捨てちゃいました。捨てちゃったか。あー、惜しかった。ごちそうさまです。ありがとう。もう大丈夫ですか。あ、大丈夫。
あ、じゃあ戻っ、いや、あ、どうしました？例のものは？自転車にあります。いつも通り73です。悪いけど直接持ってきてくんねえか。すいません、道尋ねてもよろしいですか？あの、この住所のマンションってどこ？この建物。ありがとうございます。もしかして、はい、松屋の息子さん？あ、いえ、見習いで息子とかでは。なぜですか？ご主人に似てるような気がしたから。人形焼きの配達？あ、いえ、これは僕のおやつなんです。私はたまにもらうくらい。じゃあ。おー、わり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 。あ、お疲れ様です。ここの女のことはな、俺とお前だけの秘密だから。分かってます。絶対喋んなよ。分かってます。よし、はい、これは頂戴いましょうか。まさか大地さんが。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいます。なんかわさびにハマっちゃいました。いやね、殺人現場にあった人形焼きの容器に指紋は3つついていてね。あ、すいません。1つ目は被害者のもの、はい、2つ目は人形焼き屋のもの、そして3つ目は君の指紋ではなかったよ。今ほっとした？いや、してませんよ。だよね、うん、君は全部食べて容器も捨てたんだもんな。ええ、そうです。でも僕の指紋なんていつの間に。ところで君、甘党じゃないだろ？いや、甘党ですよ。でも無糖を選んだよね。無糖？コーヒーだよ。君は無糖のコーヒーを選んだんだ。本当に甘党なのかい？いや、コーヒーだけは無糖が好きなんです。コーヒーだと思った。苦いビールにさ、人形焼き合うんだよこれ。君もよかったらどうだい？いや、すみません、店で食べないでください。それに僕は仕事中なので。いただきます。うん、うん、本当にうまそうに食うな。もう大好き。全部あげるよ。いただきます。あー、やっぱり合うな。おい、周平。はい、あ、どうぞ行ってけ。はい、周平。はい、刑事さんと何話し込んでんの？いや、別にたわいもないこと。うちは暇じゃないんだから。適当なとこで切り上げないと手が回らないじゃないか。すいません。刑事は私が配達するよ。お待たせしました。近江牛のリブロース炙り焼きです。お、わさび。昼間の様子ですとわさびが隠れてることにご不満のようでしたから。うまい。こんな上品なわさび初めてですよ。ちなみにこのわさびどこのものです？あ、
伊豆天城産のマズマわさびです。マズマ、誠の妻と書いてマズマです。マズマの魅力はパッとした辛みの後にほんのりと甘さが広がる、それが最高の隠し味になるんです。うちのマズマは主人が厳選して仕入れてます。へえ、ご主人が。ええ、店の主人らしい仕事はそれぐらいですけど。いやー、マズマですね。覚えておきますよ。新しい人生とは。わかりません。家にこもっているのが嫌いなタイプだったんで、外で何かしていたのかもしれませんが。家を出たいの。離婚っていうことか。なぜだ。弁護士にも相談してるから。おい、勝手すぎないか。自分の心に聞いてみて。私は新しい人生を生きたいの。自由に生きたいタイプだったんですね。まあ身勝手な話ですよ。あ、どうも。本当に遅くまでやってらっしゃるんですね。ええ。松宮、一日回って小僧の指紋だけか。ちんたらしやがった。お前高田、こいった。なんか行きたいところがあるからと夕方プラッと。本庁のお前が所轄をビシッと仕切らな示しがつかへんやろが。お前完全に加賀に仕切られとるやろ。いえ、そんなことないです。そんなことある。ありません。シャンセン。すいません。あ、遅くまでご苦労さんです。何か出ました。第一発見者の吉岡民子はアリバイありの指紋不一致でしたよ。シロ、おそらくとか言いながら何か掴んでるんじゃないですか、往年の名刑事の勘で。私が峰子、彼女を死なせた。猫を裏切らなければ。どうですか、一杯。お、どうもありがとうございます。あいにく酒もタバコもやめたもんで。めんどくさいのばっかり。お仕事何されてるんですか。タウン誌の記者です。どんな記事書いてるんですか。せんべい。せんべい。他には人形焼き。グルメ雑誌。ちなみに君はせんべいと人形焼きだったらどっちが。せんべいかな。甘いもの苦手だし。あの人常連さん。あの人ね、酔っ払わなきゃいいお客さんなんですけどね。この番組は自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王、水と生きるサントリー、リーディングイノベーション東芝がお送りします。今日は人形焼きを買わなくていいんでしょうか。あ、今日はいらねえよ。あ、すいません、ごめんなさい。刑事にいろいろ聞かれまして。あ、もちろん僕が全部食べたことになってますけど。けどなんだよ、お前刑事でも何でもベラベラ喋ってんじゃねえぞ、この野郎。いいな。すいません。
君、何か用かな。配達先がわからなくなっちゃいました。配達、はい、配達の宛名は。宛名ですか。ちょっと君な、小豆黒ごま2つずつ。小豆社長、黒ごま2つずつ、ありがとうございます。小豆と黒ごま2つずつ。はい、小豆と黒ごま2つずつ。ここに並んでると思ってました。まだ行列の謎を確かめてないんで。いいネタがあるんですけど。ネタ？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今タイヤ議論が大事なんで。小伝馬町のマンションの事件なんですけど。タイヤ1回まで回ってる。くだらんネタじゃないだろうな。町屋の小僧何してた。部屋の前まで来たけど特に何もせず。町屋関係あるんでしょ。今日はここまで。ありがとうございました。ごめんなさい、すみません。ごめんごめん。ご主人いる。いません。どっかでブラブラしてるんじゃないですか。事件の日もブラブラしてたかい。してたかもしれませんが僕は知りません。あ、そう。ところで今日小伝馬町で何してた。仕出し弁当の宅配です。どこに配達したのかな。まあ小伝馬町の常連お客。ちなみに弁当の中身は何だい。寒ぶりの照り焼きですけど。と嘘には3種類ある。1、自分を守る嘘。2、他人を欺く嘘。3、他人をかばう嘘だ。僕は嘘なんかついていません。本当です。ちなみに寒ぶりの旬は冬だぞ。今も春だ。この写真すごいじゃないですか。なんでこんなことまでしてくれるんです。私加賀先輩が好きなの。え、やっぱりそのペンに何か。本気にした。そんなわけないでしょ、あんな変人。ですよね。っていうか今度からは僕に先に見せてくださいね。そうね。加賀先輩にとってはくだらない情報らしいけど、やっぱり松屋に何か関係あるんでしょ。君さん、ありがとう。ちょっと情報は。小僧は何しにマンションへやってきたか。至急裏取れます。あ、加賀じゃなく他のやつ連れて行け。はい。
鑑識結果ですが、この人形焼きだけ水分が抜けて硬くなってました。このあんなし。なるほど。わさびをおろしてから少し時間を置いた方が美味しそうです。ちょっとすいません。被害者のマンションで松屋の主人の目撃証言が取れました。主人のこれが被害者三井峰子。指紋は？ここまで来るなんて野暮じゃありません。勤務中じゃありませんのでご安心を。お酒飲んでるとこ見ると本当みたいね。隣よろしいですか。どうぞ。いや、先日はごちそうさまでした。松屋の料理の一つ一つにおかみさんの信念が通ってる、そう感じました。ありがとうございます。私は素材選びも味見も自分が納得するとこまでやるんです。なるほど。それで松屋だけの味が生まれるわけですね。おだてても何も出ませんよ。この町に来て思うのは、どの店もその店にしかない特徴を売りにしている。いや、これ素晴らしいことです。特徴といえば、現場にあった人形焼きにはある特徴がありましたね。何です？やめておきましょう。仕事中じゃありませんね。もったいつけないでください。こう見えて私は気が短いんですよ。人形焼きにはわさびが入ってたんです。おや、意外と驚きませんね。わさび入りの人形焼きというのはよく売られてるもんなんですか？まさか、聞いたことありませんよ。ですよね。私が新参者なんで知らないだけかと思いましたよ。ちなみに松屋の看板は何でしたっけ？待ってください。カズマじゃない、アズマじゃない、オズマ、いやこれ巨人の星だ。マズマのわさびですけど。マズマのわさびだ。マズマですね。ええ、混入されていたわさびに間違いないですね。人形焼きに入っていたのもマズマのわさびだったんですよ。店の看板がそんな風に使われちゃ気分悪いでしょう。そうね。どうぞ。ちなみにマズマのわさびはご主人が選んで仕入れるんですよね。それだけが仕事ですから。今頃どこで何をしてるのか。一本いただきます。あ、どうぞ。ちなみにご主人、そのライターの店で見かけましたよ。ご主人、ずいぶん気持ちが多く酔ってらした。そうですか。火遊びが山火事になると手に負えませんね。刑事さんも火遊びにお気をつけて。指紋は小僧でもない主人でもないとすると、主人以外で被害者に関わり恨みを持つのは。嘘には三種類ある。自分を守る嘘、他人を欺く嘘、他人をかばう嘘。火遊びが山火事になると
手に負いませんね。ちなみにマズマのわさびはご主人が選んで仕入れるんですよね。人形焼きに入っていたのもマズマのわさびだったんですよ。殺人現場にあった人形焼きの容器に指紋は3つついていてね。1つ目は被害者のもの、2つ目は人形焼き屋のもの、そして3つ目は閉店ですよ。ご主人も一緒によろしいでしょうか。話ってのは何だい。まあそう緊張なさらずに。どうですか、人形焼きでも。いただきます。うん、うん、うん、なんだこれ、わさびじゃねえかこれ。ご主人にはどうしても味わってもらいたくてね。刑事さん、加賀さん、なんで、なんだよ、次から次へと。もう枝川頼子さん、署までご同行願います。殺人現場にあった人形焼きの容器から私の指紋が出たんですね。とりあえず座れ。加賀さん、一体どういうことです。わかりました。もう洗いざらいお話しますよ。おい待て、何のことだよ。その前に、なぜ私がわさびを入れたってわかったんですか。わさびの入った人形焼きだけ水分が少なかったんです。つまり他の人形焼きとは焼き上がった日が違う。だ周平君が買った前日、おかみさんが買ったのを店の人が覚えてましてね。いや、おかみさんのファンのようで。手間をかけてあんなしの人形焼きにわさびを入れ、そして周平君が買っておいた人形焼きの一つとすり替えた。その通りです。俺に食わせるためわさびを。ご主人、このマンションに女がいますね。その証拠はこれです。殺人現場に人形焼きがあったらしくてさ、刑事が俺の店周り嗅ぎ回ってんだよね。しかしこのマンションで殺人事件が起きたよ。お前の大好きな人形焼きまであるなんて、なんかえらい偶然だよな。俺に似て夜は機嫌がいいな坊主。ほんとパパによく似て。
こまで知ってんだ。全部知ってますよ。探偵に調べさせました。子供は俺の子じゃない、分かってんだろ。でもなんで俺が女に渡した人形焼きが殺人現場に。それについてはご本人に真相を伺ってます。彼女曰く店のお客さんに話を合わせて人形焼きが好きだと言ったらいつも買ってくるようになって困ってるとのことでした。人形焼き好きだって言ってたじゃねえか。いや残念ながら同じ階に住む被害者にあげていたそうです。これいつものなんですか。彼女の指紋が容器に残っていなかったのはビニール袋にしか触れてなかったからです。ご主人や周平君と同じで。その様子だとその女がまだ子供の父親とつながってることも知らないのね。え？男？子供をネタにいつか金でもゆするつもりだったんでしょ。探偵に撮らせた写真他のは燃やしたけどこれだけはもしもの時のために残しといたの。情けない。女の嘘にコロリと騙されるような男が松屋の主人なんて恥ずかしくてしょうがない。すいませんでした。私のいたずらのせいでご迷惑を。ところでいつから私がわさびを入れたって疑ってたんです。初めて来た時です。おかみさん人形焼きに特徴があると言った時何か入ってたんですかとおっしゃったんです。彼が買った人形焼きには特徴がありまして。何か入ってたんですか。大した見立てだわ。どうして日本橋あたりでくすぶってるのかしらね。なんだ。いえ、自分の子供じゃないって分かってて父親のふりするなんてお人よしもいいとこ。ちなみに子供が泰治さんの子じゃないと分かっていたというのは。それは、俺はね子供できないんですよ。父親の気分をあんたが味わってるの分かったから見逃してたのよ。まったく私も人よしよ。ゆり子、お前は行き過ぎた女房だ。俺出ていくよ。その方がお前のためだ。離婚ってこと？お前に散々甘えて迷惑かけて。たく俺は。そうね。その方がせいせいするわ。ようやくあんたの白々しい嘘聞かなくて済むのね。待ってください。おかみさんもご主人に何か嘘をついてるんじゃないんですか。これ私にはただのわさびです。しかしおかみさんが作った人形焼きに詰まっていたのはわさびだけではないのだ。何が言いたいです。なぜあなたは誤信を懲らしめるために店の看板であるマズマのわさびをわざわざ使ったんですか。そこには理由があるはずです。事件のことが終わったならさっさとお帰りください。私は素材選びも味見も全て自分が納得するまでやるんです。おかみさんそうおっしゃいました。誤信のことがどうでもよければ
ご主人が仕入れた松島のわさびはわざわざ使わないのでは？違いますか？あんた、どうして浮気なんかしたのよ？私だって何度もそうとなりたかったわよ。でも私器用じゃないの。おかみやりながら女なんてできないの。あんた結婚するとき何て言ったか覚えてる？お前はパッとした辛みの後にほんのりと甘さが広がるマズマのわさびみたいに最高の女だって。松屋の看板はマズマとお前なんだって。だから私は必死で店守って看板守って私はあんたと一緒に店を。そんなこと。松屋が私たちの子供じゃない。ねえ、ねえそうでしょう。さよならは終わりじゃない、思い出は消せないから、この道で二人して小さな空を見上げていた、きらめきが色褪せて。結局人形焼きの指紋は事件に関係なし。事件に関係ないところに手間かけやがって。私は私なりに犯人を追ってますよ。まあいい、君は君、私は私だよ。ちなみに上杉さんはなぜ被害者の家族ばかり当たってるんですか？ほっとけよ。遅いですよ。荷物入りきらなかったんだよ。おめえら見送りご苦労だ。姉ちゃん、みんな旦那、お母さんがお亡くなりになった。母さんが死んだ？死んだって事故とか？警察の話では殺された可能性が高いらしい。誰に？どこで殺されたんですか？自分の部屋だそうだ。蒲田ですか？あ、やはり知らなかったか。住んでいたのは日本橋小伝馬町のマンションだ。小伝馬町って言ったらここからすぐ近くじゃないですか。なあ、誰にでも人には言えない秘密がある。中にいるね。それ書けないから。こっち。なんで書けないペン捨てないの？秘密。そして加賀恭一郎もまだその秘密には気づいていない。
たの嫁はどこを突き歩いてんだろうね。わわわ、ほんとうるせえ。殺害直前のメールですが、同じ日に20万の金が動いてます。うちの嫁疑われてます。現場にあった新品のキッチンバサミ、泥棒猫じゃないか。女性というのは複雑ですよ。この番組は自然と調和する心豊かな毎日を目指して、花王、水と生きるサントリー、警察にリーディングイノベーション東芝がお送りしました。離婚されてもしょうがないですよ。ご主人に隠し事をされていたわけですね。